えつくあの子、何もできないで、誰も教えないで、悲しみ一つも癒せないで、カッコつけてないで、嫌でも酒で、毎日何かを頑張ってるや、生きていくんだ、それでいいんだ、いるよここまで待ちはかれて、それでもそのことを話さないんだ、ポポサスアルツ意地を張れちゃって不幸に暮れるあの子、何もできないで、誰も気づけないで、幸せ一つも守れないで、そんなに急がないで、そんなに焦らないで、明日も何かを頑張って。この単独ライブっていうのは、まあ私もほぼっていう、まあ、小さいライブはやったことなんですが、ほぼこれだけの人数を呼んでの、まあ、こういう体感でやるっていうのは初めてでございます。皆様、ちょっとなんか調子悪いみたいで、随分私も練習はしてきたんですが、あ、何おっかない人来るって何こういっぱい、ちょっと舞台、どうぞ、まあ、ちょっとゆっくりしてください。なんでいいから飲まず上がってきてください。今日は何かもう催し物があってその格好してきたんで、いつもありがとうございます。おかまはもっと言えよ。おいしくね。すいません、隣の会場と間違ってませんか。ケリーふざけるな。受付の方にジュリミのチケットを持って来るわ来るわ来るわ、なんかポスターも似てるらしくて、多分こっちの方が面白いと思うんだよな。汚れそうなもん、汚れして止まらないように動き出したメロディー、ララ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 ラ、巡り合えた奇跡が涙の色を変えた、甘い口づけをしようよ、一言もいらないさ、とびきりの今を、勇気をくれた君、照れてる場合じゃないから。ね、これお母さんにプレゼント、ね、はい、君のライブにお母さんが来るっていうの、僕はね本当に感動しました。ある日焼肉食べに行った時にね、パンフレット見したら、行かせてもらうよ。本当大丈夫ですか。いや、年の離れた妹さんも一緒です。実は娘さんなのにそんなこと言うわけですよ。本当に明日そこで打ち合いをやらせてもらうんですけど、お母さんいい肉出してくださいね。お母さんね、聞いてますか。お母さん本当にたくさんの皆様で今回のチャリティーライブってことは、まあ、本当開催できることはものすごい僕に対しても大きな勉強になりますし、改札の前つなぐ手と手、いつものざめきに
新しい風明るく見送るはずだったのにうまく笑わずに君を見ていたな君が大人になってくその季節が悲しい歌で溢れないように最後に何か君に伝えたくてさよならに変わる言葉を僕は探してたありだけの決め事ため息が出ちゃうあやとりの喜びバラ色の月日を初めてあなたを見た恋人知らない人がいないぐらいのアーティストです。いろいろなイベントだとかですね、いろんなところに参加してるんですが、わざわざ僕のためにコーラスを引き受けてくれたという本当にありがたい2人でございます。前半のこれが終わってないですよ。前半最後の曲になります。それで彼女たち2人で歌っていただくことになりますので、皆様ごゆっくり聴いてください。VTR がありますので、ぜひそちらをご覧ください。